くそペーパーで当たり前だけどさ、くそ電波で、今のところ大丈夫だけど W アット今ね、そうなんですよ。今ちょっと 見晴らしのいいねところは意外といけるんだけど、こっちの道今歩くと、今こっちに行くとね、だんだん弱くなるんだ。とりあえず、あ、これ明かり見える、あれが川口湖周辺の明かりです。無駄に FPS が高い。ここは電波が来るんだよね、多分流れて。くるくるくるたん、あ、くるたんくるたんくるくるくるたん、県体の試合、わこですもひむちゃんの試合そうね、電波がね、やっぱ分かっていたことなんですけど、わこつです、あ、わこつです、いらっしゃい。あの奥に見える光わかる、うっすら。ちょっとね、映像だと分かりづらいんだけど、あそこ川口湖周辺の街灯です。大ちゃん神明やめるってさっき配信してたよ。そうなの？マジで？俺もそこは何とも言えないものがあるな。今日はうっすら月が。つうかね、寝不足きつい。初見です、栗ご飯さんいらっしゃい。じゃね、ここ今喧嘩じゃや。通報されたようでかなりへこんでた。そうなんだ。何を？まあいいや。とりあえずさ、今これね、目の前に富士山見えるんですよ。実は夜中なのに富士山がね、くっきり見えるんだよ。映像だとわかんないけど、ちゃんと雪かぶってるとこぐらいまで見える。あまり寝てない。マジ寝不足。とっとと終わらせよ、だから。立ち入り禁止区域に入って、学校隊大好きな人たちが激おこ通報的、くっちさん。あ、そうなんだ。立ち入り禁止区域なんだった。くるさん、こんばんは。くるさん、こんばんは。いらっしゃい。誰だ？そう、これ富士山が今ね、本当は見える。やだらんから来ました。やだんから来ました。初見です。いらっしゃい。これ富士山がね、本当は見えてんですよ、夜中なのに。なんか入山禁止とか、なんとか。ああ、そうなの。まあそういうのいろいろあるよね。まあ、俺もいつ引っかかってもおかしくないし、引っかかってることしてきてるしね。しょうがないよね、それは。今ここは電波いいんだけど、トンネル今行くんだけど、トンネルは電波切れるんで、中だけ撮影してくね。富士山照らそう。富士山照らす？富士山はね、照らされませんね。ズームにしてみる。これ UFO ですか？ズームでも無理。UFO？ ここは今、天下茶屋っていうね、三坂峠の観光地ですね。大ちゃんやめちゃうってマジなの？クルさんがライトを持ってしてもダメか。そりゃダメでしょ、これ。富士山ください。あ、心霊配信やめるね。まあまあまあね、でも心霊配信こそ大ちゃんなのに。あ、コミュニティフォローありがとう。こっからちょっと先に言っておきますね、電波が悪いんで止まります。でも行くよ、排水溝の音が。まあ止まってもちょっと待っててくださいね。一人で多分一人ごと言って歩いてるんで。ここが旧三坂トンネルです。新しいトンネルが下にでかいのができて、さあ通行できるんだよね。通行できないと思ってたんだよ俺。心の準備はしといた。しといた。でももうね、これ多分すぐ入ってすぐ止まる。入ってすぐ止まると思う。ちょっと中行って撮影するんで。出口まで出して。ダッシュ。これ結構長いんですよ、知ってますか？結構長いんですよこれ。普通の峠のトンネルだから。とりあえず
生きて帰ってきてね。うん、向こう岸まではもちろん行かないんですけど、もうちょっと中ぐらいまでは行きたいから。天下なんとかいつって書いてある。なんだろう、天下統一かと思った。向こうはあの世です。この世、向こうを行くと笛吹しか。ヒッテラマジ人ごと人ごと。入り口はさっき写真撮ったんで、普通に通行できるよこれ。車で来ようかな、後で車で通過してみる。俺通過できないと思ってたんだけど、通過しても止まるよね。でも止まる場所までちょっと歩いてみます。いや結構寝不足でやばいよ。車通るってことはさ、ここ車来る可能性あるからね。一人で俺こんなことやってたら危ないよね。端っこ歩いてた方がいい。どうせだから真ん中行くか。まだ聞こえてますか？この辺は電波ある。ちょっと戻ってきたけど、クルさんなら車に勝てる。勝てる？もっと端っこ歩きなさいよ。端っこだったさ、映像こっち向けなきゃでしょ。ここは電波あんの？今ね結構先まで行って写真撮ってきた。やっぱ奥まで行っちゃうと止まるね。電波おかえり。奥まで行っちゃうと止まるね。まあ、ちょっと入るぐらいまで行けるね、これ。入ってすぐは切れない。今は平気だよね。もうちょっと行くと止まるね。でもね、結構先まで歩いてきた。わこやこ。あ、タリーらっしゃい。今結構先まで歩いて、写真撮ってきたけど電波なかったね。もうちょっと行くと止まっちゃうんだよね。なんかさ、水の音と何の音これ、なんか変な音がするんだよね。いやでもまだ電気ついてるから。長いな。ここは普通のなんていうの、もう本当に峠を越える普通のなんか車道、元国道だから、むしろ元国道なんだからさ、電波入れといてほしいよね。
まあ、よくありがちな、今新しいトンネルができたのでこちらを使う人がいなくなったという。牛がいっぱいになってきたよ、そろそろ。真ん中ぐらいまで行ったら両方塞いでみたい。これね、広いんですよ、マジで。何キロあんの、このトンネル。キロレベルじゃない、多分。声が響いてる、声。歩いてとりあえず行ける距離ではない。でも車通れるって知らなかったんですよ、俺今日、ここ来るまで。多分、昼間って通れないんじゃない？なんか通れないって聞いたんだけど。これなんかさ、こっから先行けませんみたいな看板画像で見たんだけど、そんな長いのか。うん、普通に長い。むしろここ歩いて奥までは行けないレベルですね。でも新三坂トンネルっていうのが下にあるんだけど、新の方がもっと長い。いや、もう本当に山削ってるトンネルだと思う。この富士山を見せてあげたいのにな。こんな真夜中で、真夜中じゃないか、まだ富士山見えるんだね。17分、どうしよう、車で行ってみるか。ちょっと車で通過してみるか。どうせ映んないけど、どう、あ、でも車で動画撮るわ。じゃあ車で動画撮るね、終わったら。向こう岸まで行ってみる。どうせ今行っても途中で配信止まっちゃうだけだもんね。どっちでもいいんだけどな。はい。もうちょっとね、もうちょっと電波あると思ったんだけどな。車が来る可能性があるっていうの怖いよね。あんまり現役トンネル配信してないから、現役じゃないのかと思った、ここ。なんかさ、こう崩れ落ちそうだよ。今ここは電波平気？もうちょい平気かな。これしゃがんでみるか。よし、聞こえてる今。長いから途中で電波通じない区間あるね。そうなんですよね。もうちょっとだけ行っちゃうとね、もう切れちゃうみたい。入り口は聞こえてる、平気。今電気消すとこんな感じ。一応ライトアップ、一応ライトアップ、ライトアップっていうかさ、蛍光灯あるから明るいんだけど。人の声みたいなの何なんだろう。こわこわ。水の音が反射してるのかな。さっきの排水口の音かな。そっちの方のトンネルは高速でも長いよね。そうだね。
もうトンネルだってさ、ここに来るまでで5個ぐらい通過したい、みんな長いトンネル。河口湖から。次行こうとしてるトンネルは多分そんな長くないと思うんだけど10ね。分でトンネル抜けれそうだね。10分で抜けれる？車で？この音なんなん、超嫌だ、なんか。トンネルの真ん中とかに電波があればいいのにね。あるわけないよね、さすがに。何も起こらないな。こうやってライトつけると改めてこのライトすげえな。ちょっと持ち歩くか。ちょっと限なん界まかでだ。奥にいた気がしたけど気のせいだった。気のせいだった。もうこっから先行くと多分止まる。さっきも結構歩いて写真撮ったんで、後であげるね。配信中に撮っとくか、一回。ここで。一回映像止めます。ライトを照らしたまま撮ってみるか。映像の画面が映らない。なんで？電波、思ったよりでも、まあ、ゼロじゃなくてよかった。途中さ、山道ゼロだったんだよ、ここ電波。あ、もう終わったと思った。途中でゼロだから入らないじゃんと思った。もう一個今ね、気になるとこがあってね。トンネルはじゃあ後で車で通過して、車で動画、車載で動画撮りますわ。階段、何があんだろう、こっち。虫が怖い、わら。虫怖いよね。虫よけ買っちゃったよ、思わず。さっきさ、コンビニで虫よけ持ってきてなくて。現在地って書いてあるけど、すげえ分かりづれ。まあ、河口湖が見渡せる感じですね、富士山。もうそんな時期なのか。ねえ、もうそんな時期だよ、マジ。これ遠いかな。なんかね、石碑があるんだよ。行ってみる。少し時間。電波ある。あったあった、すぐあった。これだ。石碑とか書いてないけど、撮ってみるか。意外と手が寒い。
動いた？捕まった？何の石碑なのか読めない。何の石碑なのか、これ。こっち富士山が見える。全然山道だな、こっち。動いた。動いた。完全山道。何の石碑とか書いてないんだけど。なんで？よいしょ。こんな鳴き声連発するもんなの、鳥って。鈴木大輔引退から。大輔引退から、みんなそのネタなんだね。俺全然知らなかったんだけど。配信してていらっしゃい。鳥かな。鳥だね。鳥と話せるものですが。鳥と話せますか？いらっしゃい。ずっとピリピッ、ピリピッって言ってるけど。天下茶屋というところにいます、今。富士河口湖町。そしてこの先に今富士山が見えます。俺だけに。ね、トンネルの奥はまあ案の定電波ないので、さっき途中まで行って撮影してきたんですけどね。とりあえずこの枠で終わるまでここにいようか、トンネルで。次は今日は山梨春のトンネル祭りなので、残り2つ、もう2つ有名なとこ行きます。移動時間があるので、時間はちょっと約束できないんですけど、なんかさっきより曇ってない？次は配信終わったら動画撮るね、車載で。さすがにね、電波ないまま歩きたくないから、怖いから。車通れるの知らなくてさ。とりあえず車載で動画撮ってあげますわ。YouTube かなんか、コミュニティ動画かなんかに。結構後ろ歩いてきてる。え、なんか。目の錯覚？なんか出口が近づいてくるように見える。錯覚か。カメラのフォーカスかな、これ。ちなみに今の気温結構寒い、ここ。入り口で止まってる？今は？
戻った。大ちゃんの件に関してはね、何も事情がわからないので、あまりコメントは控えますね。動いた。動いた。でも、やめるとなるとちょっとショックだね。まあ、大ちゃんの配信でニコ生を始めたんですよ。だから、ちょっとそれは、雑談だけになるって分かっててもショックだな。配信を始めたとかいうきっかけの前にニコ生を初めて見たのが俺は鈴木大介さんなんで。虫が、電池、ライトに虫が寄ってくる季節だ、マジ。入り口はやっぱ平気なんだね。ここも十分山奥なんだけどね。意外と電波入ってるよね。とりあえずじゃあちょっとどうしよっか。車で向こう行って帰ってくるのを車載配信するけど、配信じゃない、車載動画撮るけど、折り動返いしててこれんのね、かな。動いてよー。動いてるよね、今。今動いてるでしょ。今平気？一個怖い場所があるんだよね、ここに。すごいね、このなんか虫映たしち。たと虫た思ちうが。かも、虫。わら。そうなんだよ、虫たちがね。残念行っながら。てみる？熊出没注意。有名なのはね、多分朝とかね、富士山を見に来る人がいるんだよ。何？はばかりって。上行ってみるってどういうこと？もう入り口から故障中ってどういうことやねん。入り口から故障しちゃってんの、これ。どういう。三坂トンネルは入り口に人が立ってるって言われてるんだけど、あとは中に白装束の人と僧侶とか、なんかそういう系の噂があるって言われてるんだ故障中に安心感。ね。熊いわら。や、故障中知らなかったわ。最後にあそこの中を覗いて、じゃあお疲れ様でしたって言おうと思ったのにさ。焼酎でしたね。すいませんね。ご期待に応えられませんでした。じゃあ、このトンネル行くしかない、最後。熊ね、多分日の出なんじゃないかな、この富士山見れる、なんか絶景スポットは。相当観光地なんだけど、いや、日の出は逆か、日の入りか。声が響いて。やってる。あ、オッスいらっしゃい。もう終わっちゃうけどね。旧三坂トンネルでした。ペパン君は朝芝桜ずっと見ててくれてありがとうござい終わましるの？た。うん、トイレガ電ラ波スがないのんだ。向こうで動いてたら怖いね。ガラスの向こうで動いてたら怖いね。それは怖いよ。じゃあお疲れ様です。ちょっと車載動画を撮って、次の場所を1時間目安で移動しマコ、ます。あー、チおャボ中。君、いらっしゃい、お疲れ様。と、三坂トンネルこれで帰ります。次、まだあと2つ、今日トンネル行くんでね、よろしくお願いします。お疲れ様です。トリオツー、またちょっと経ったらよろしく。おつ、おつ、おつ、おつ。2つ。